まあ、こういうのをしてですね、もうチーズの嵐ね、もう黒コショウを完成。はい、今日はちょっと久しぶりなんですけども、カルボナーラはね、生クリームを使わないカルボナーラです。まず卵ね、これ2人前で3個ぐらい、あとニンニクと、これは自家製のパンチェッタ、これ作り方動画も上げてるのでよかったら見てください。いろんなチーズいいんですけど、ペコリーノロマーノとかちょっと塩気のあるチーズ使うことが多いですね。これはグラナパダーノ、まあ、柔らかめなパルミジャーノに近いで、もうちょっと柔らかい感じのチーズになります。あと肝心なのはこの胡椒なんですよね。これは粗挽きにします。なんでそのダイヤルちょっと調整して緩めで、じゃあ作っていきます。まずはニンニクから。叩くで取ると、まあ、これいつものねやり方ですよね。よいしょ。次ね、パンチェッタ切ります。これだいたい作り始めて2週間ぐらいかな。次ね、チーズすりますね。やっぱりこうすりおろしたばっかりの方がいいですけど、まあ面倒くさかったら大量にすっといて冷凍しておいても使えます。ゆで汁にお塩入れます。2人前でこのぐらい、塩分濃度はだいたい1.5% ぐらいなんですけど、そうね、味で言うとお吸い物みたいな感じの塩分ですね。だから普通皆さんが使う塩の量は少ないです。大体ほとんどの人が。次パスタね。今日はディチェコのちょっと珍しいブカティーニピッコリ、ね、8分茹でですね。アルデンテは6分って書いてある。ひねってこれです。もうこれからは弱火ですね。1個は全卵です。あと残り2個あるんですけど、これはね卵黄だけなんです。まあ、これ人によって違いますので、まあ、僕はこれが一番濃厚でいいかなと思ってます。正解はありません。これをこうね入れるわけですよ。まあ、どのぐらい入れるかっていう、かなり多いです。かなりです。黒胡椒ね。相当入れますよ。カルボナーラってもともと炭焼き職人風っていうじゃないですか。カルボナーラのカルボンっていうのが、まあ、炭ですよね。炭のイメージなんですよ。さらにここにですね、さっきの炒めたパンチェッタをね、これですね。でこの時あんまり温度高いと卵が入り卵になっちゃうんで、これをさらにまた混ぜるわけです。卵とチーズとパンチェッタをよく混ぜ合わせておくと、ここにパスタを混ぜればもう完成です。これをここに入れちゃう。で混ぜるんですよ。ひたすら混ぜる混ぜる。で少しまあこれでね、もうちょっと水分吸っちゃうんで、もっとコテコテになっちゃうんですよ。冷めていく間に麺のスープを吸収しちゃうんです。それでこう美味しくなるんだよね。例によってお玉でくるくるっと巻く。そうそのまんまこう移動してヒューッと、もうチーズの嵐ね。こう生クリームを使わないカルボナーラっていうのは黒胡椒をね使っていただきます。はい、では今作ったカルボナーラ食べていきますね。その前ちょっとワインもらえ、いやー久々に作ったな。
食べた感じはすごく濃厚なんですよね。こうもちもちした感じで、このカリッとしたパンチェッタがね、いいアクセントなんですね。それから黒胡椒も口の中でこう存在感があるって、こういう濃厚系が好きですね。まあ一回トスカーナのね、山奥で食べたカルボナーラなんてもう持ち上がっちゃうぐらいでした。全部まとめてこうやってぐさっと刺すとそのまんまこう持ち上がっちゃう感じですね。うん、最高、めちゃくちゃうまい。はい、サムネ美味しそうです。ありがとうございます。明日作って食べます。はい、どうぞいっぱい作ってください。野菜たっぷりパプリカ、アスパラ、パンチェッタのスパゲッティにはですね、応援してます。はい、ありがとうございます。これはいいアングルやと思います。まあこのようにですね、ちょこちょこですけどコメントもいただいてまして励みになりますので、ぜひ皆さんもコメントをしてください。これからもどんどん動画アップしますので、よかったら高評価とチャンネル評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、今日はこの辺で、チャオチャオ、またね。